未堂流とは、藤原北家九条流、藤原の道長の子孫の一門及び、彼を祖とする、夕食古実及び、左方の流派の故障。未堂とは、道長が北条寺を創建して、未堂関白の異名を得ていたことに由来する。道長は、喧嘩の逸尾に過ぎなかったが、持ち前の強運と政治力によって、内乱と一条の地位を兼ねて20年以上にわたって、 大上官を統率した後に、摂政を、ついで大乗大臣となり、三代の天皇の皇妃の父、及び二代の天皇の外祖父として、摂関政治の前世紀を築いた。その子孫は、元真の皇居まで、摂関の地位を独占し、元真の没後に、御道流石家が分裂した後も御道流の末裔のみがその地位を占めた。御堂流から分かれた、主な家としては御石家及び、 松戸の、第五の書家、中三角流、巫女左流、加山の陰流の書流などが存在する。また、御堂流には九条流から派生した、夕食古日の流派としての意味も存在する。九条流は、道長の祖父である諸助が起こした流派であったが、その子供たちは、権力構想を繰り広げており、古日の流派としては振るわなかった。道長は、妻の一人である、 源の秋子を通じて、秋子の父、源孔明が表した、西宮城を送伝した。道長は旧上流を継承しながら、第五、源氏の古実を加えることで、独自の流派を形成して、九伝肘として、道長の子、寄道、乗道に継承されたとされている。その後、乗道が、小野宮家の藤原近藤の娘婿となって近藤が、表した。 北山省を送電した。これによってさらに、小野宮流の古実を取り込むことに成功して、未動流古実を形成することになったとされている。その一方で、道長自身は、自らが示した、真偽の作法を、小野宮流など、竹の苦行にも強要しようとしていたことが、藤原佐根助の正月に記されている。これについて、次井幸男は道調は、未堂流の手法で、 区下社会の個実を統一しようとする意図も有していたと、開始、末松強氏は道長は本来であれば九条流でも、暴流に属しており、九条流に関かかわらず様々な流派の良い点を取り入れて、その都度適宜に判断して実践していった、騒乱者であったとする。次や抹消の説は道長は、石棺化を未同流で占めることには意を注いだものの、 子孫に継承させるための独自の古実を創設する意図はなかったとする。また、末将は同庁が様々な事情から内乱、一条、大臣としての経験は豊富である反面、石官の地位には一年ほどしかいなかったのに対して、息子の寄り道が50年余りも務めたことを重視し、石官として必要な洗礼、古実が寄り道時代に形成され、 未導流に伝来されたことが導流が石関家であり続けた理由の一つと見る。石関に就任する以前の大臣としての先例として、道長の例が石関としての先例として、寄り道の例が重視されたのである。やがて陰性期における石関の地位をめぐる内紛を経た忠実の時代には、道長や寄り道が行った先例古実を未同流古実とみなして、 石家をはじめとする、未動流一門統合の象徴として尊重していく、考え方が高まり、未動流に属する人物のみが用いる古実とする、認識が定着することになった。さらに元房によって、石棺化の仮説として、質的にも高められていくことになる。判例不都選は実施。道長。より道より胸秋信よしの道長家長信、秋古賢氏。 ひろこいし、たかこきしもりこ。通望角窓かと質なもろざねさだつなただつなヒロコ。指導り、家エタ行実のおじっただたかただながかく実人面、核新誠意、清志信行元広藩。忠実家政家エタカ。ただ道よりなが安子。元ざね元ふさ金ざね金ふさじ遠ま窓か聖子。ありがとうございます。